こんにちは、ジンからの妻です。ジンからです。昨日ヤクルトスワローズ公式ホームページ上で来季から招待付き氏が2軍投手コーチに就任するとの発表がありました。招田コーチは今季まで四国アイランドリーグで選手兼コーチとしてプレーしていました。今季での現役引退を契機に台湾と独立リーグ新潟でも共にプレーした盟友である高津監督のもと若手選手の育成に努める運びとなりました。この動画では招待付きコーチについて紹介させていただきます。招待付きとは、招田コーチは1981年11月3日生まれ、群馬県出身の元プロ野球選手です。ポジションは投手、左投げ左打ち。中学時代は軟式野球部に所属し、桐生第一高校に進学。3年の夏にはエースとして甲子園に出場し、群馬県勢初の甲子園優勝を達成しています。桐生第一高校時代の1学年下には後にヤクルトでプレーする市場康弘投手がいました。1999年プロ野球ドラフト会議にて日本ハムファイターズから1位指名を受け入団。ルーキーである2000年から1軍の舞台で登板し、2002年には9勝11敗、防御率 3.45 でパ・リーグ新人王を獲得。順風満帆に思われたプロ野球人生ですが、その後左肩の怪我の影響もあり不安定な投球内容が続き、2007年には阪神へトレード。阪神では1軍での登板機会がなく、2008年に全力外通告となりました。まだ野球を続けたかった招田コーチは台湾でのプレー、レッドソックスとのマイナー契約、独立リーグ新潟でのプレーなどを経て、2012年シーズンからヤクルトスワローズと契約合意し、NPB に復帰しました。いろんな経験をしている苦労人ですね。今季まで選手としてプレーしているので、野球が好きでたまらないのでしょう。その後、2014年からは台湾球界に復帰、そして四国アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツへ入団。2021年からは愛媛マンダリンパイレーツで選手兼コーチとして活躍していましたが、今季で現役生活に終止符を打つことを決め、コーチとして NPB に復帰することになりました。高津監督との関係。ヤクルトの高津監督と招田コーチは台湾の球団でチームメイトでした。リリーフ投手として同じ試合で投げることも多く、異国の地でプレーする2人にとって近くに同じ志を持つ日本選手がいることは大きな励みとなったことでしょう。その後、独立リーグ新潟でも2人は同じチームでプレーしているので、運命的な何かを感じてしまいますね。この動画では来季から新しくヤクルトの2軍コーチに就任する招待付きコーチについて紹介させていただきました。高津監督は彼のような左ピッチャーを育ててほしいとコメントしているので、慢性的な左投手不足で悩まれているヤクルトの救世主になるか、来季からの招田コーチの指導に期待ですね。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。